こんにちは、翔です。今回はですね、前回いただいたあの貴重なコメントをもとに、一番シンプルにですね、手を加えられる方法ということで、ちょっとリアのダンパーをいじりながらですね、トラクションのアップを、測っていきたいなと思うんですけど、まず第一段階としては、今まで使っているソフト仕様のダンパー圧線に、スプリングスペーサーを組み込んでプリロードをかけてみようということで、CVA ダンパーにもともとついている3種類のスペーサーのうちの大きいやつと真ん中ぐらいですね、なんですけど、まだ手で触った感じは結構やっぱりソフトスプリングなんで柔らかいかなっていう感じなんですけど、とりあえずまあ変化があるのか、これで走らせてみてます。で、実際走らせてみるとですね、これ絵的にはちょっと伝わらないかなとも思うんですけど、結構これだけでも違いが感じれるんですね。トラクションのかかりは間違いなく、入れてないものに比べると、良くなってる感じはします。ベストラップ的にはですね、あんまり、大きな数字の変化はないんですけど、フィーリング的には結構変わってくるんですね。で、第2段階としては、今度スプリングをですね、CVA ダンパーの、もともとついている標準のスプリングにですね、先ほどのスペーサーを取り外して、このスプリングの方に取り替えを行ってみてます。もう本当一回も使ったことないんですよね。最初からDT-02 用のソフトスプリングってやつをずっと使ってきたもんですから、ただまだ触ってみると、柔らかいかなっていう感じですね。もともとだからグラスホッパー柔らかいリアサスっていうのをずっと、まあ柔らかい方が、トラクションかかるんだろうっていう方向でずっとやってきてるもんですから、ほとんどあのソフト仕様から触ってなかったんですけど、やっぱり足が動くようになってで、その辺ちょっとセッティングというのが全然今までと変わってくるんですよね。で、さすがに先ほどより硬くなってて、操作する感じももうかなり変わってます。まあ、タイム的には本当微妙なところなんですけど、まあ、とっかえひっかえしながらやってるんで、私の方もうまく走り込めてないっていうのもまああるかと思うんですけど、でさらに第3段階としてですね、今の標準のスプリングに最初使ったあのスプリングスペーサーの大きい方ですね、これを入れてみたんですが、やっぱりまだ、まあ、手で触ると柔らかいかなという感じで、まあ、ダンパー自体お色をちょっと、検討しないといけないのかなという気が、ちょっとし始めてきてますね。走らしてみるとやっぱり良、くなってきてます。あのトラクションがかなり向上してきてるのがもうほんと感じれますね。ちょっとまあうまく走らせられてないのはちょっとあの変化にアジャストできてないんですけど、間違いなくあのトラクションは、上がってきてる方向に、向いてきてますね。で、ベストラップの方なんですけど、これも見てもらっても最初の頃のベストラップと随分、まあラインちょっと外れてますけど、変わってきてるなっていう感じで、ドライのですね、ベスト更新しちゃった感じになっちゃったんですね。だからまあ、とりあえずはまあアームの長さ、リンクの長さですねなんかはちょっといじらずに、このダンパーの仕様ですね、もうちょっと固めに変更して、今回と同じような形でですね、スプリングとか、プリロードのかけ方ですね、その辺を変更しながら、またあとタイヤもですね、試せるものがあれば試していきながら、ちょっ と、リアサスのセッティングしていきたいと思いますので、よろしければまたお付き合いの方よろしくお願いします。I'm just sitting here. I got.